レイチェル・スミス・レイチェル・スミスは、パナマ生まれ、テネシー州出身のアメリカ合衆国のミスコンテスト勝者。身長約180センチ。南アフリカ系谷人の父、白人の母の元パナマの米軍基地で誕生。2006年、テネシー州ナッシュビルのベルモント大学を優等で、卒業、ジャーナリズムを専攻した。大学では、授業料全額支給の奨学金を獲得している。 大学時代は、米 TV 司会者、オプラ・ウィンフリーの所有する企業でインターンをし、ミス・ USA 勝利後は、オプラ・ウィンフリーのトークショーに出演した。レイチェルは、州大会において、ミス・テネシー・ティーン・ USA2002 に選ばれた。前年も、同大会に挑戦していたが、その際は4位であった。州大会優勝を受けて、ミス・ティーン・ USA2002 に出場し、 トップ10に選ばれる検討だったほか、ミス・フォートジェニック賞を受賞した。2006年10月、レイチェルは、州大会において、ミス・テネシー・ usa に選ばれ、ミス・ usa への出場権を得た。ミス・テネシー・ティーン・ usa だったものが、ミス・テネシー・ usa にも選ばれたのは、彼女で4人目である。2007年3月23日、 ベイロサンゼルスのコダックシアターにおいて開催された大会で見事ミス USA に選ばれテネシー州二人目の優勝者となったミスティーン USA 出場経験者がミス USA で優勝したのはこれで3年連続となるちなみに州大会と全国大会で同じイブニングガウンを着ていたことも話題になったこのドレスはジョバニーによるもの USA 代表として レイチェルは2007年5月28日メキシコシティで行われたミスユニバース2007大会に出場した。アメリカの移民取り締まり政策などによる南米諸国との関係悪化を受けてレイチェルはたびたびメキシコの観客からブーイングを受けた。大会当日はトップ10に勝ち進んだ彼女がイブニングガウン審査の最中ドレスの裾につまずいて転倒するというハプニングがあった。 それでも、果敢に審査を終えた彼女に声援が送られたが、点灯したにもかかわらず、トップ5に勝ち進んだレイチェルに対して、地元のミスメキシコは、トップ10度マリだったために、ブーイングは、激しさを増した。質疑応答の審査でもブーイングはやまず、メキシココールが鳴り響いた。ようやく監修が声援を送ったのは、質疑応答の締めくくりに、レイチェルがスペイン語で挨拶をしてからであった。 大会後、ミスユニバース機構を共同保有するドナルド・トランプは、レイチェル個人に対してではなく、アメリカの政策に対するものだとブーイングに対するコメントを述べた。レイチェルは総合を5位に入賞した。同じく、メキシコで開催されたミスユニバース1993大会でもミス、USA はブーイングを受けている。ありがとうございます。